皇室の護衛などを担う皇宮警察は、懇親会で未成年の皇宮護衛官らと繰り返し飲酒をしていたなどとして、皇宮警察学校長ら16人を訓戒や注意処分、飲酒した未成年の護衛官ら14人を口頭で指導したと明らかにしました。工具警察にに、よりまますと、去年年6月月から今年1月までの間に 那須御用邸の敷地内で行われた懇親会などで合わせて4回未成年の護衛官らを交え飲酒を繰り返していたということです。